十文字大根は大根の一種。群馬郡春名町十文字地区の特産物である。十文字大根という品種は存在しないが、春名町市はブランドとして定着している作物と特筆する。十文字地区で栽培されたものだけがこの名前で出荷されている。主な品種は、星理想、秋まさり、漬光、いずれも、拓案つけに適した品種で、 長さ50センチ以上に成長する。収穫期は11月から12月である。収穫した十文字大根は、民家の軒先、牛舎の脇、杉林、竹林など地区内の至るところに吊るして乾燥する。このような大根のカーテンは、冬の季節の風物詩である。春の十文字大根生産組合の組合長、五貫秀夫は、 春菜ん、赤木山から吹く寒風が大根を干すのにちょうどいい。うまく水分が飛んで、生で食べるよりも甘みが、ましおいしいたくあん漬けになる。それほど寒くなることもないから、大根が凍る心配もない。この地区は、干し大根作りに最適な環境だと思うとコメントしている。その寒風を大根風という生産者もいる。十文字大根の大半は、たくあん漬けとして、 地元で消費される。収穫から出荷までに手間もかかるため、大量に流通することもない。加えて、近年では、後継者不足もあり、生産量が減っている。このままでは、地域の風景や味が途絶えかねないと危惧した、五感らを発起人に、2018年、春菜十文字大根生産組合が発足する。約30名の組合員を要する。 2019年11月16日から17日には、第33回高崎市農業祭りで十文字大根が販売されている。ありがとうございます。